ミンデロ市街地、ミンデロカーボベルデ国内におけるミンデロの位置。ミンデロとはカーボベルデの都市の一つである。首都のプライアに次いで第2位の人口を有している。サンビセンテ島の前頭地図。ミンダルと表記のある場所がミンデロの町である。主要道路もこの町に集中しているのが見て取れる。東の方に存在する山から撮影したミンデロ市街。なお、 港を挟んで向こう側に小さく見える山は唐山である。同国の領土の北部を構成しているバルラベント諸島を構成する島の一つであるサンビセンテ島の北部に形成された港町で同島における中心都市となっている。この町の港は大きな港という意味のポルトグランデと呼ばれる大きな船舶が寄港するのに 十分な推進の存在する港であり、大西洋航路の補給港として機能してきた。同等の人口の約9割がこの町に集中していて、町の人口は約7万人ほどとされている。2010年に人口はわずかに7万人を切った6万9,904人であったという調査結果も存在する。ただし、異なる数値を提示する調査結果も存在している。 ただ、いずれにしても、カーボベルデ国内においては、首都のプライアに次いで第2位の人口を有している。ありがとうございます。